はい、こんにちは、みぼうずです。今回のね、ワールドチャンピオンの道第8回目なんですけど、まあこちらのね、人事スペックの方がとりあえず3になりましたので、シミュレーターがね、なんか先進的になりましたよね、とか言っときながら、シミュレーター自身はね、まだレベル2のままなんですよね。フィットネスセンターの方がね、3になったので、それに合わせてね、まあ映像が切り替わったというか、画像あれが切り替わっただけなんで、でとりあえずね、こちらのやっぱりシミュレーターの方をアップデートしたいんですけどね、こちらが結構な大金かかるんですよ。1500万ですからね、一流ドライバー雇えるよって話ですから、本当にシミュレーターアップグレードするよりもドライバー雇った方が安上がりじゃねって思うんですけどねはい、まあそんなのね、この企画倒れになってしまうんでね、そんなこと言ってると。まあとりあえず今回はね、どういった感じに活躍してくれるかってところです。はい、じゃあそれではね、本日もよろしくお願いします。はい、とりあえずね、この間ちょっと確認した感じでね、こちらの活動でのドライバーステータスのね、あのアップデートはまあ1回限りのものって感じだったのをね、気づいたんですよね。だけどまあとりあえずね、だからといってやらないっていうわけでもなく、まあ1回だけでもね、やっぱ上がるんだったら少しでも上位を目指すためにまあやってるって感じですかね。まあそれがね、経験値となって、まあ、さっさとね、基礎能力が上がってくれるんだったらね、それはそれでね、ラッキーっていうかいいって感じなのでね、続けていってます。まあこちらのね、ドライバーの外部トレーニングで集中力が上がるんですけど、集中力のアップはね、間違いなくあの成績にね、絡みついてくると思うので、まあそちらは絶対やるって感じですね。でこちらのプロモーションの方は、まあドライバーの知名度が上がるって感じなんで、まあ能力自体が上がるってわけではないんですけどね。まあだけどもしかしたらこれもね、能力が上がる手助けになってるのかもしれないってことでね、やるって感じですとりあえずね、ドライバーにためになることはね、何でもやってるって感じですね、こちらの通常の活動では。だからあの車の開発よりもドライバー重視でやってる感じになってます。はい、でこちらがね、アゼルバイジャングランプリ直前のマリノ君の感じですね。まあ特にね、変化がないかなってところです。で集中力もね、90と結構高めなのでね、まあ途中のインタビューでね、俺がバカなことを答えない限りはね、変な風に下がることもないでしょうって感じです。はい、ってことでね、じゃあアゼルバイジャングランプリ行ってみましょう。バグー中心部に位置するアザドリク広場からアゼルバイジャングランプリをお伝えしていきます。高速でいてコーナーはきつく、ランオフエリアはごくわずか、セーフティーカーが何度も入ることが予想され、ドライバーには高い集中力が求められます。アゼルバイジャンの首都に築かれたバクー市街地サーキットは全長6キロのトリッキーなコース。20のコーナーがあり、特に8コーナーはシーズン中最もタイトでチャレンジングなコーナーとして知られています。ではレース前にドライバーのグリッド順を確認しましょう。ポールポジションについたのはポッター、そしてフロントローのもう1台はバルテリ・ボッタス。残りのグリッドも見ていくことにしましょう。ルクレール、サインツ、ルイス・ハミルトン、ノリス、フェルスタッペン、ガスリー、リカルド、セルジオ・ペレス、角田、佐藤、セバスチャン・ベッテル、ストロール、オコン、ジョビナッツィ、キミ・ライコネン、そしてニコラス・ラティフィ、ミック・シューマッハ、ジョー、マゼピン。グリッドラインナップの最後はジョージ・ラッセル。さあいよいよ開始時刻、トラックの方へ移りましょう。はい、マリノ君の方もね、徐々に予選順位が上がってきてますね。まあ12番手からのスタートですって言ってもね、車がね、今のところね、多分全チームの中で3番目か4番目ぐらいの強さを発揮してるんですよね。まあ確かにそれからするとね、ちょっと物足りないかなって感じなんですけど、まだまだね、基礎能力がそこまで高くないのでね、全ドライバー中の中でいうと、まあ下から数えたが早いぐらいになったので、まあそこはしょうがねえかなって感じです。で角田君がね、ここのとこ結構順位を上げてるんですよね。っていうのもトロロッセ、アルファタウリがね、
結構いい感じでね、接近してるんですよ、上のチームに。だからいい意味でも悪い意味でも、収束してる感じかな、強さのあれが。だからね、それもあって4番目の実力とはいえあんまりね、多分マリノ君がね、上の方に行けない理由はそこなんですよね。車の差がね、そこまで大きいわけではないって感じです。だからアゼルバイジャンのね、ストレートが有利になるかなと思ったけど、そうでもねえみたいな感じですよね、これ見てる限りは。後ろのね、ベッテルに対してはちょっと引き離してるけど、角田君についていってもね、なんか前に出られる気配がねえぞって感じです。で、DRS がね、この時点でね、この状態で発動したところでね、多分トレインなのでね、前には出れねえのかなって感じです。良くも悪くもね、一直線ですもんね。これはなんかこのままね、変化しなさそうな雰囲気がありますよね。で、左側にあるリザルト見てみるとね、なんかどの車もハミルトンに引っかかってる感じがあるんですよね。ハミルトンの前はね、それなりに離れちゃってて、ハミルトンの後ろがね、並んでるってことは、多分ハミルトンがね、スタートでね、若干ウィングでも破損したのかなっていう、要はピットに入るほどじゃないような破損ね。で、早なし、そのハミルトンの後ろにいるリカルドがね、ハミルトンを抜きあぐねてるがためにこんなになってるのかなっていう、そんな感じでしょう、多分ね。はい、結局ね、ほら DRS が解放されたところでね、全然順位の入れ替わりが起きないと思ったら、リカルドがね、ついに前に出ましたね、ハミルトンの。ってことは、あ、でも変わんねえのかな、結局は。次々ね、ハミルトンを処理してくれない限り、その後ろは多分ね、あんまり動きようがないような気がするんですよね。はい、ここのストレートで多分ハミルトンを処理するのかな、ガスリーが。はい、ハミルトン抜きましたね、ガスリーが。したってね、もうファイナルラップ、角田君を処理しきれてないっていう時点でね、今回のレースはね、珍しく順位の変動がなしで終わるかなって感じです。意外とね、単調なレースになったのはアゼルバイジャンっていうところですけど、まあね、そこはね、次のレースに期待しましょうっていうところです。はい、ってことでね、アゼルバイジャン以上になります。はい、これがね、まあ、アゼルバイジャン時の、あれですね、だからモナコが終わった時点で のチームの相関関係図なんですけど、まあ、やっぱりトップはね、まだメルセデスが維持をしていて、まあ、2番目にちょうどこのカミカゼ、レッドブル、フェラーリ、ここら辺がね、来てる感じですね。まあ、でも左側の順番見る限りね、なんと2番目のチームになっていたんですね、後々確認してみたら。で、まあ、マクラーレンがね、ちょっとだけ離れていて、その下にね、アルファタウリが追いついてきてるって感じですね。で、ちょっと離れてアルピーノがいて、で、アストンマーチンとウィリアムズがね、ほぼほぼ同じところにいるんですよね。あと、アルファロメオ。で、そこからね、笑えるぐらい大きく離れてハースがいるっていう。いや、だからこそね、ついにミックと絡まなくなったのかなって感じですよね。さすがにね、車の差がね、ここまであればね、ミックも追い上げられないでしょって話ですよ。はい、で、カナダグランプリ前のね、マリノ君の状態です。まあ、活動の方でシミュレータートレーニングをやってるので、まあ、経験の方がね、プラス3されてますね。はい、ってことでね、じゃあカナダグランプリ本番行ってみましょう。ノートルダム島へようこそ。今回も面白くなること間違いなしのカナダグランプリが開催されます。ここはポールポジションがコンマ1秒以下の差で決まることも多い競争の激しいサーキットです。ここジルビルヌーブサーキットのトップスピードは実に時速340キロ。1ラップの3分の2がアクセル全開です。高速試験、特にチャンピオンの壁は危険と背中合わせ、ヘアピンと最終試験でのオーバーテイクは要注意です。レース開始まであと数分です。本日のグリッド順はこのようになっています。ポールポジションについたのはポッター。
2番手はシャルル・ルクレール。残りのグリッドに移りましょう。フェルスタッペン、リカルド、カルロス・サインツ、ハミルトン、ペレス、ボッタス、ノリス、そして角田裕樹、佐藤、ラッセル、エステバン・オコン、ベッテル、ストロール、ガスリー。グリッドペナルティが課せられます。アントニオ・ジョビナッツィ、そしてニコラス・ラティフィ、チョー・ライコネン、マゼピン、そしてミック・シューマッハ。さて、それではコースに目を向けてみましょう。はい、ってことでね、今回丸野くん11番手です。これはね、その後ろにいるオッコンのカメラですね。だから目の前にいるのがね、丸野くんです。スタートいい感じでいきましたね。はい、ここでね、アウト側に陣取ったってことは次イン側に入るってことなんでね。はい、10番手に上がりました。ノリスのね、前に出ましたね。あ、だけどここでね、鼻っ面入ってるんでね、結構、あ、やっぱりこうなりますよね。そう、あ、やっぱりイン側の方がね、引かないでアウト側の方が引くんですよね。よくね、言うコーナーのね、まあターンインの段階でどっちのが前だったなんていうの関係ないんですね、このゲームは。あくまでもイン側有利です。まあでも実際そうですよね。だからアウト側の方が有利にするんだったら、それこそね、まあその閉じていくしかないっていうことでね、あくまでもコーナーの優先権は前にいる方のが優先なんだよっていう感じなんですよね。まあだけどこのゲームでは違うってことです。イン側有利って感じ。はい、ペレスの方がね、なんか損傷あったのかピットインしましたね。おかげでね、マリノくんポイント圏内入りました。初ポイントのチャンスですね。で、目の前走るのはね、ノリスってことなんで、だけどマクラーレンはね、さすがに抜くのきついのかなって感じです。で、目の前にはね、最近絶好調アルファタオリの角田くんが走ってるって感じで、あ、ガスリーの方が後ろに沈んでるんですねって感じなんですけど、多分ですけどグリッドペナルティなんですよね。AI はね、ポン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 交換してきますから。いや、だってひどい時にはね、たった2戦目3戦目でね、もうグリッドペナルティもらってる時ありますからね。いやいや、早すぎねって感じですもんね、本当に。まあでも、まあそのおかげでね、丸野くんのポイントのチャンスも巡ってきてるって感じでね。はい、ってことでね、もうファイナルラップなんですよね。特に何事もなく起きる変化もなくってところで、でノーリスとはね、一応1秒以内ではついていってるんですよね。まあだけど近づきもせずって感じで、で後ろ走ってるラッセルもね、そんな感じですね。車はね、こっちの方が圧倒的に速いはずなんですけどね、ウィリアムズに比べると。それでもやっぱりここまで寄せられるのはラッセルの実力なのか、単純にね、前に引っかかってるだけなのか。一応この列のね、先頭の方を見ているとリカルドから引っかかってるんですよね。で、リカルドの後ろにハミルトンがいて、ボッタスがいてって感じなので、まあリカルドによってペースを制限されてるのかなっていうのはありますけどね。ただ全開放ってどんどん行っちゃったらね、それこそ多分追いつけなくなると思うんでね、まだそこまでのね、ペースが多分マリノ君にはないのでね。だから早いとこね、シミュレーター増強したいんですけどね。そうすればね、多分ペースが上がるんでね。まあだけどお金がまだないってことでね、で使ってもね、マリノ君のね、契約更新料取れなかったら意味ないですからね。はい、ってことでね、まあこんな形ですけど、一応初ポイントゲットですね。はい、ってことでね、2シーズン目のカナダグランプリにてようやく初ポイントを獲得したマリノくんって感じですね。まあでもベストラップを見るとね、まだやっぱりトップチームのドライバーにはペース的に厳しいのかなっていうところは見えてきてます。早いとこね、ペース上がってほしいんですけどね。もしかしたら3シーズン目まで待たなくちゃいけないっていうのもありますけどね。はい、ってことでね、まあ今回は以上になります。最後までご視聴ありがとうございました。